衣替えは季節の推移に応じて衣服を変えること。また、そのために衣服の収納場所を変更することも指す。衣替え、行為とも表記する。競技には季節に応じて学生や企業の制服を変更することを指す。日本では多くの地域で毎年6月1日と10月1日に一斉に衣替えが行われる。多くの場合、 二週間から一ヶ月間の移行期間が設けられる。衣替えは強制的なものではなくあくまで習慣である。しかし、学校においては移行期間が終了すると強制的に制服を変える場合が多い。上記のように大半の地域では衣替えは6月1日と10月1日に行われるが、比較的寒冷な北海道では、 半月ずつずれた6月15日と9月15日に衣替えをすることが多い。出雲地方では6月初旬の出雲大社、鈴戸の祭りをもって衣替えとする伝統が残る。また、温暖な気候の南西諸島では衣替えは毎年5月1日と11月1日に行われており、夏服、愛服を着用する期間が本土より2ヶ月ずつ長くなる。中学校、 高等学校の場合には、新入生は入学時の4月から、愛服、夏服を着用させるところもある。公的機関では、外勤の警察官や消防署員、民間企業においては、大手の運送業やオフィスでも繰り広げられる。衣替えの習慣は、平安時代の宮中行事から始まった。中国の風習に習って、旧暦の4月1日及び10月1日に、 夏服と冬服を着替えると定め、これを、好意と呼んだ。しかし、天皇の着替えの役目を持つ女官の職名も、好意と言い,い、後に、天皇の信者に奉仕する女官で女吾に継ぐものを、指すようになったので、民間では好意とは言わず衣替えというようになった。季節によると理解は、衣服以外についても、女房が手に持つ王儀も冬は氷儀、夏は、川堀と決められていた。 鎌倉時代になると、皇位は衣服だけでなく調度品まで取り替えることを含むようになった。江戸時代になると、着物の種類が増え、江戸幕府は公式に年4回の衣替えでの出資を制度化した。武家の制服は、旧暦の4月1日から5月4日が合わせ、5月5日から8月末日が、片ら、9月1日から9月8日が合わせ、9月9日。 翌年3月末日が、綿入れとされ、一般庶民もこれに従った。明治政府は洋服を、役人、軍人、警察官の制服に定め、夏服と冬服の衣替えの時期も制定した。1873年1月1日より新歴が採用され、太陽歴6月1日から9月30日が、夏服、10月1日翌年5月31日が、 冬服と定められた。やがてこれが学生服に次第に一般の人にも定着し、観光庁、企業、学校が毎年6月1日と10月1日に衣替えを行うようになった。ありがとうございます。